今回もバージョンアップされた MBTL 楽しく遊ばせてもらってます。初歩的な悩みなのですが、自分の負けパターンの一つとしてまっすぐ攻めに行ったところに技を置かれて負けるというのがあります。具体的な例を挙げると、地上からまっすぐ行ったところに2シーを置かれる、ジャンシーをかぶせられる、空中からまっすぐ行ったところにタッチシールドや舌をくぐられるといった感じです。ここまで分かっているので、自分としては置かれた技に差し返したいと思っているのですが、全くうまくいきません。おそらくフェイントを入れることや相手の行動をつるといった行動が下手なのだと思っているのですが、どのような練習をすれば上達しますか。自分から相手に攻めていくプレイを上手くなりたいので、何かアドバイスいただけますと幸いです。なるほど、お答えいただきありがとうございます。そうですね、いわゆる差し込みに行くと、まっすぐ差し込みに行くと、置き技に負ける、置かれて負ける。で、差し込みに対して置きで負けるってことは、置きを差し返せばいい。これはね、格闘ゲームの基本なんですよ。差し込みは、差し込みは置きに負けちゃう。で、置きは差し返しに負けちゃう。差し返しは差し込みに負けちゃう。これがね、いわゆる格ゲー立ち回り三すくみなんですけど、これね、この3つのじゃんけん、なんと対等ではないんです。これはね、絶対みんな知らないんだったら覚えておいてほしいんだけど、これ対等じゃないんですよ。等的に差し返しが弱いです。弱いし、難しい。グーチョキパーなんだけど、差し返しの形の指の形にならねえんだわ。すごく難しい。テクニックがいるし、難しい。メルブラもね、差し返しなくはないよ。メルブラの差し返しはすごくある。マジで。グリコ理論ですね。全然進まない、差し返しは。てか、例えば、差し込みっていうのは何かっていうと、走ってってしゃがみ A とかさ、ハイジャンプジャンプ C で突っ込んでくる。これ差し込みですよね。入力としては、相手がここにいるなっていうのを確認して、なんとなく走っててボタンを押すと。なんとなくジャンプして、なんとなく強そうな技を押す。で、失敗したとしても、いや違うな。それを行うと、ヒットするかガードさせることは結構できる。空振るっていうのは、たまにあるけど、そんなに空振らないんだよね。大体当たります。で、一方で置きですよね。その差し込みに勝てる置き。これは何かっていうと、なんとなく相手がいるところに適当にボタンを押すと置きになります。そろそろ突っ込んでいきそうだなっていう時に、相手の技が届かなそうな時にボタンを押す。何もいないとこに来るであろう。0.5 秒後この辺に来るだろうなってところにボタンボンって置いておくので、これはねなんとなくできます。一方で差し返しなんですけど、差し返しだけ反応速度が求められてるんだよね。まず差し返しは相手が置きで技を振ったのを確認して、確認というか見て、それを空振らせて、で空振ったところで反撃を当てるっていう流れになるんだよね。だからこれはねできないのよ。まず相手の置き技を避けなきゃいけない。避けなきゃいけないし、避けた上に相手の攻撃の空振りに反撃が届く前にいなきゃいけない。そして反撃が間に合うように反応速度早くボタンを押さなきゃいけない。39があるわけですよ。39があるわけです。でさらにややこしいのが、差し込みと置きがごちゃごちゃになってるケースが散見されます。格闘ゲームは特にそのメルブラみたいなゲームとかギルティギアとかは差し込みと置きっていう概念がごっちゃになってる、グーとチョキを合体させたやつみたいなのが突っ込んでくるんですよ。たまにこの技は差し込みでもあり置きでもあるのだっていう、例えばマッシュのタックルとかね、突っ込んでくる技あるじゃん。翡翠のお玉とかさ、突っ込んでくる技なんかは差し込みでもあるし、相手の置いてる技、じゃあ相手の差し込み技にも勝てたりするじゃん。だから差し込みの要素を持ちつつ置きの要素を持ってるんだよね。でごっちゃになってるわけよ。っていうか合わせ持ってる、2つの効果合わせ持ってる単純に強い技があるのね。最後に差し返しなんですけど、差し返しはさ、差し返すためには相手の技のね、何の技が来るのかなっていう予測があっていないといけないよね。ここでしゃがみ C で差し込んでくるはずだから、しゃがみ C がギリギリ届かない前にいて、ほらしゃがみ C が来た、ここでようやく正解です。正解した後に反応して、しゃがみ C に対して反応してギリギリ当たる技で反撃する、で差し返す。これはね急に難しいんですよ。これだけ差し込みは適当に近づいてってボタンを押せば差し込みだし、ね、前に進みながらボタンを押したら全部差し込みなんですよ。で、置きは、差し込みにならなかった空振ってる技が基本的に全部置きなんで、言ってしまえばね、なんとなく置きになるんですよ。
で差し込みも攻撃には持続って概念があるから、ある程度持続を長く技を当てていけば差し込みであり置きになるんだよね。例えば翡翠とかがジャンプ C を相手にぶつけるときに、あのジャンプの折り際に着地間際にジャンプ C を出すんじゃなくて、ちょっと上の方で出すじゃない。コアクとかでもそうだけど、高い打点でさジャンプ C を出して早めに出して持続の後半が当たるみたいな振り方をすることって結構あるんだよね。あれって差し込みじゃなくて、あれは置きに近いんだよね。あの置き剣が差し込みなんですよ。こうやって画面で言わないとわからんかな。あんまり画面使わないでやりたいんだけど、もしかしたらわからない人もいるかもしれないから話すか。はい、皆さんが思う差し込み、こうやって前に行くやつ、こういうのが差し込みだと思っているし、こう言って前に走っていて技を当てる、これが差し込みだと思っている、これが差し込みだと思っている。だけど、で置き、置きはこういうやつ、こういうやつが置きだと思っている、相手が来そうだなってところにこうやって技を置いておく、これが置きだと思っているけど、置きであり差し込みであることは多々ある。これ何、これ何、これは何なの、どっち、これはさ置きなの差し込みなの。ジャンプ C を相手にぶつけてるんだけど、タイミングとしてはすごく早いよね。こうじゃなくて、こうやってジャンプ C を相手にぶつけるんじゃなくて、こうやって当ててるやつ、これって何。俺はこれは置きジャンプ C かで攻めてる置きジャンプ C みたいな言い方をするんだけど、これは置きであり差し込みであると思うんだよね。その置き差し込み差し返しみたいな算数の理屈で言うと、この飛び込みっていうのは差し込みであり置きでもあるんだよ。置きでもあるっていうのはどういうことかっていうと、あーこれちょっと難しい感じできるかな。あのね、今ロアがジャンプ C を置いてるのね。こうやって置いてるんだけど、あのなんだろう、置いてたらさ、置きには勝てるはずじゃん。あ、違う違う、差し込みには勝てるはずじゃん。こうやって近づきに行くと、こうやってジャンプ C が当たると、置いてるよねロアがジャンプ C を。けど相殺が起きたり、なんなら翡翠が勝ったりする。これはジャンプ C を早めに出してるから勝てる。けど早め出してるのにジャンプ C は相手に当たるのよ。ということは、これは差し込みであり置きであるよね、今の話で言ったら。でさらに言うなら、こういうやつ、ハイジャンプためジャン C、 これ何、これは何なの。ハイジャンプためジャン C っていう存在は何なんでしょうか。まず差し込みだよね、相手に突っ込んでってるから。差し込みだし、あの相手の攻撃受け止めるよねこの技。だから相手の差し込みに勝てるよね。だから置きだよね、差し込みだし置きだよねっていう話なんですよ。でこれをさ、どうやって倒すって話なんですよ。倒せない、倒せないんだ。結論を言うと、結論を言いますとね、倒せないんです。倒せない、倒せません。あのいわゆるそのストリートファイターみたいな理屈で言うとこの差し返しはちょっとできないけど、倒せます、けど倒せるんです。現に上手い人は、あの差し返しとは言わないけれども、今言った攻めに対してはいくつかさばいてますよね。いくつかのテクニックを使ってさばいていますよね。まあ具体的に言うと、今やった翡翠のジャンプ C を早めに出す、置きであり差し込みなのだみたいなやつ、あれは遅立ちっていうテクニックを使って、要するにギリギリまでしゃがんでると翡翠のジャンプ C 当たんないよね。ジャンプ C でギリギリで、ジャンプ C をしゃがんでギリギリでかわして、かわした直後に反撃する、これは差し返しだよね、これは差し返しだよね。その今やった置きであり差し込みであるっていう強い飛び込みに対してギリギリまでしゃがんで避けて反撃する、これは差し返しじゃん。だからこれが一個のテクニックなんだけど、まあ、すごく難しい。でこの差し返しのメリットとしては、普通の差し返しっていうのは、あ、ごめんごめん、あのごめん、そもそもなんだけど、差し返しっていうのは常に意識はしているし、狙えたらいいなって思うんだけど、差し返しできないことが多いのよ。例えば、ね、スト2とかね、まあ、サードとかウルフォーとか、なんかそういうスト2系のゲームだとして、相手の台足に、空振りに台足を差し返したいなって思ってるとするじゃん。でその時って相手の台足払い、足払いが来るまでずっと待ってるかっつうと、そんなことはなくて、待ってたとしても30フレームぐらいですかね。ほんのちょっと待って、台足が来たら即台足を差し返しますと。
来ないなって思ったら、その時相手はそこでぼったちしてるわけないから、前捨てかバック捨てかなんか違う行動してるわけなので、もう諦めて別の行動した方がいいわけだから、30フレーム待ったらじゃあ起きでもするかっつって、例えばあんまり良くないけど波動拳を打つとかね、なんかするわけよ。なんで差し返しっていうのは要所要所のポイントでしていって、タイミングが噛み合ったなと思ったらするんだけど、ずっと狙い続けはするんだけど、固執しすぎないで、固執しすぎないっていうのがすごい大事なのね。まあちょっと、まあそれが大前提の話なんだけど、まあ自分からね、相手に攻めていくプレーが上手くなりたいっていうアドバイスなんだけど、置かれた技に差し返ししてどんどんアクティブにダメージを取っていきたいという話ですね。まあこの話で言ったら、置かれた技に差し返したいという時に、しゃがみ C を置かれるとかジャンプ C をかぶせられるっていうのは、今直前にやった翡翠の生え出しジャンプ C ぶち当てるやつ、置きであり差し込みなどだってやつあるじゃん。あれでなんとかなります、基本的には。置きにも勝てるし、置きに勝てるし差し込めるっていう選択肢を増やしていけば、多分どんどんいけると思います。地上からまっすぐ行ったらしゃがみ C が置かれるなと思ったら、まあ、何らかの持続が長い突進技、まあ、マシだったら波動 B みたいなやつだよね。 236B とかで突っ込んでいくとかは、まあ、持続攻撃判定の持続もあるし、前に進むから、割と突っ込んでいって自分のターンにしやすいよね。だし、ジャンプ C をかぶせられるな、上からかぶせられるな、まっすぐ行った時にかぶせられるってことは、多分ジャンプ C を早出しされて、こっちが空対空に行ったら、てか飛び込みに行ったらカウンター食らっちゃうみたいなっていうとこだと思うんだけど、それ食らっちゃうってことは、相手がすごい早出しジャンプ C をしてるので、多分しゃがんでりゃ当たんない、でしゃがんで避けて反撃するっていうのをやれば良いし、まあぼーっと見ていればなんか自分に好機は訪れねえかなと思うんですが、まあ今お育ちの話をしたんですけど、お育ちってその何回ぐらい発生しますかっていうと、まあレベル帯にもよるんだけど、上手い人でも1試合に1回も起こったら結構発生してるかなって感覚だと思うんだよね。狙い続けてはいるから読み合いのどっかにはあるんだけど、実際にお育ちをして避けて反撃できたっていうのが1試合に1回やったら多すぎるような気がするんだよ。だからこれはもう飛び込みに対してそうやって返すっていうのはほとんどない、全然ない。そうじゃなくて、前から飛んでくる相手に対して差し返しはできないんだけど、避ける、避ける差し込まれないこと、差し返しはしないんだけど差し込まれないっていうことをするっていうのが大事なんじゃないかな。要するに避ける相手の攻撃を、ジャンプ C で突っ込んでくるんだったらバックステップする、ガードしない、まあ、シールドとかでもいいんだけど、まあ、とりあえずシールドガードしないことで相手のターンにもさせないことで、自分のターン相手のターンにさせないっていうのが大事かな。でここで差し返してなってなってくるとちょっと難しいんだよね。どうしようかな。どういう練習すれば上達するかか。めちゃくちゃ難しいな、これ。どうしよう。まあじゃあちょっとめちゃくちゃふわっとした話するね。これは俺通じないと思うんで、半ば諦め気味というか、投げ捨てたコメントになるんですけど、こうしてください。終わりです。こうしていてください。これが全てを解決します。こういう動きをしていってください。あのね、なんだろう、まあこれが要するにフェイントを入れるってことなんだけど、例えばちょっと同キャラにするね。誰がいいかね。まあ翡翠同キャラあたりにしとく。例えばまあ最初に言ったお育ちっていうのはこういうやつよな。しゃがんでれば当たんないんだから、こうやって避けて反撃しようなっていうのがまああるじゃん。けどこれはまあ難しいと、ほとんど発生しませんと。だけどこうやってジャンプ C を避けることはできるよね。後ろにレバー入れてるだけだったらこうやってガードしちゃうんだけど、こうやって避けることはできるよね。こうやってでっかいな、その攻撃マジででっかいな、でっかいな。
あの避けることはできる。相手が前ジャンプしたということはジャンプしてジャンプ C までの軌道がまあ一定なわけじゃん。だからここにこう攻撃判定がこう来ると、だからそこにいなければいいのよ基本的には。そこにいないようにすればよい。なんか動いてりゃいいのよ。何らかの動きをしていれば相手がジャンプ C を当てるのが難しくなるから、どっかでこう不用意なジャンプ攻撃が増えるわけ。それに対して不用意だなと思ったらこうやって上から行けばいい。上から行けばいい。例えば今俺がバックジャンプ前ジャンプジャンプ C ってしましたよね。この動きをしました。でこれをこうやって、遅いね、こうかな、こういう展開。俺がジャンプ C しに行った瞬間にバックジャンプされてこういう展開。これをさ空投げするってさ無理じゃん。なんかジャンプ C に行ったらこういう展開になる、これわかる。こっちがジャンプ C しに行きたいなって思ったタイミングでちょうど相手がバックジャンプしていたらこうなるよね。これってさ差し返しじゃない、ある意味で。あの確定はしていないんだけど差し返しに近くない。ここで、こっちのねジャンプ C、 これが空振ってる側が何ができるかっていうと何もできないのよ。こうするか、まあ、こういうね神の技を使うかしかないのよ。やべ空振っちゃったみたいな、ガードするか無敵技ぶっ放すしかやることはないんですこれって。いやもちろんこういうこともできるけど、ということはこれはある意味ほとんど差し返しに近いよね。相手の技を避けて反撃してるわけだから。でこの反撃する技はガード以上はさせられるっぽいんだよね。でこのこれ何言ってんだろう、要するにバックジャンプして前ジャンプしてるだけなんだけど、この動きがこういう動きの意味があると、低空ダッシュに行きたいなって思った瞬間こうやってやられたらなんかさガードするしかないじゃん、強いじゃん。じゃあこれはどうやって使うかっていうと、こうやって待ってりゃいいんですよ。適当にぴょんぴょん飛んでりゃいいんです。ぴょんぴょん飛んでると相手がなんか飛んできたなって思ったらたまたまね噛み合うんすよ。毎回これを狙ってるわけではない。あのスト2でいうこれと同じです。なんか起きねえかなっつって相手差し込みミスってくんねえかなみたいな、こう前後移動するわけじゃん。ここでしゃがみ C がギリギリ届く場合があって、そこに行く行かないみたいな読み合いをやってしゃがみ C を振る。例えばこういう動きをする翡翠がいるとして、こうやってねちょっと進んでこうやって差し返す、これがまあ差し返しじゃん。あごめんミスった、こうかな、こんな感じ。翡翠のしゃがみ C 先端で当てようとしてて、この当たらない場合なんだけど相手が前に進んできたらこうやって当たるじゃん。だからあの前に来たと思ってボタンを押すんだけど、いや嘘ですっつってこう下がってねこうやってやるみたいな、まあ、嘘ですって下がるような余裕って基本的にはないけど、まあ、こうやって差し返せますと。けどこれと同じようなニュアンスであるのが、こうやって空振って後にこうやってか突っ込んでいくことあるじゃん。こうやってやるのに対してこう、あごめんミスった、こうやってこうやってしゃがみ C をね差し込んでくる相手に対して、パニッシュ取れた、うますぎるだろ俺、パニッシュ取れた俺うますぎるだろ、なんでパニッシュ取れんの、ガードしてほしいんだけど、こういうやつ。あの確定は取れなかったんだけどガードさせれるみたいなのがあるわけで、これの飛びあのもっと安全なバージョンがこれなんです。このバックジャンプしたりしてこう上から乗っかっていくやつですね。これがあのメルブラでおけるこう前後移動して相手の攻撃を避けて上に行くっていうテクニック、差し返しなんです。なのでじゃあ何をするかっていうと、こうやって動くみたいな感じでこうやって飛んでりゃいいんです。で飛んでいて
相手も飛んだなと思ったら自分が後に飛んだのか先に飛んだのかを視認してください。これは自分が後に飛んだよね。でここで飛んだ時に相手のジャンプ C は当たるのか当たらないのかという話なんですよ。これは俺当たると思う。まあ今ちょっとダミー出なかったんだけど、あ当たんねえか。あそうか、今これバックジャンプ入れるともう当たんねえのか。ごめんごめんごめん。相手が飛んで後から飛んでなんか避けれたなって思った時あると思うんだよね。ちょこれ技が悪いな、どうしよっかな。ジャーエンにするか、とりあえず簡単だから。これでジャンプ C を、ジャンプ A をね当てに来てると。でこのジャンプ A はもうこの標識のさ、標識のところぐらいしか防御判定がないわけだから、ここ以外にいたらもう避けれるじゃん。これ差し返しじゃない？こうやったら難しいねっていう感じで相手の攻撃を避けてうんちゃらするんだけど、このぴょん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 飛ぶっていうのにそういう意味がある。こっちが先に飛んで相手が後に飛んできた場合、こうやってやってるのに対してこれはねダメなのよ。俺が先に飛んでしまった時これ結構罪に近い。あーってなる。あできた、これ無理じゃない。こうやって差し返しを狙って前ジャンプバックジャンプジャンプしってするんだけど、早く飛びすぎちゃったら何も起きないのよこれ。まあできることもあるけどタイミング次第ですね。だけどこれはさ、こうすればいいじゃん。だから自分が飛んだ時に相手が地上にいるなと思ったらオラっつってぶち当てればいいのよ。これ差し込みです。だけど飛んだ時に相手がちょうど飛んでるなって思った時にこうするか、ああむずい、ジャンエを置くか、読んで早出しジャン C にするか、差し返し気味の、あごめんミスった、差し返し気味のこうするかっていうのは自分の技とか相手の技とかによって変えていかなきゃいけないのよな。わかるかなこの話。まあちょっと分かりにくいんで、俺がよくやってるやつはこの辺の距離感だったら A ボタンに指置いてます。この辺の距離感だったらこうするかこうします。自分より相手のねジャンプがちょっとでも遅いな、もしくは早いなっていう誤差だなって思ったタイミング、相手がジャンプした前後ギリギリのタイミングで自分も飛んだなって思って、かつ近い時はこうかこうします。そうじゃなくて明らかに俺の方が早かったなってなったらこうします。もしくはこう、明らかに早いなと思って、あなんなら地上に相手がいるなってなったらこうします。はい、相手が地上にいるんだからジャンプが早出ししておけば最低限ガードはさせれるから強い差し込みになる。けど逆に飛んだらもうすでに相手が技出してるっていうか飛んでるなと思ったら距離が遠かったら下がる、こうするし、しけえなと思ったらおーってするかこうするか受け入れる、もうボタン押したら負けるなっていう確信があるからボタン押さないっていう感じになる。これが飛びの時のまあ俺がよくやってるやつです。こういう CPU にして難易度マックスにしてバトルスピード半分ぐらいしますと。うますぎる差し返しが、てか差し込みがね、相手に対してミスった。で今低台に対してバックジャンプをしたんだけどこういうですね、まあちょっと一旦置いといて、これはチャンス、これチャンス、これは様子見、これ下がる、こう
これは相手が突っ込んできたから置き、置き、差し込み、差し込み、様子見、なんだこのキャラ、差し込み、様子見からの、お、あの差し込みです。差し込み、置き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 、差し込みですね。まあみたいな感じになってるんです。あの概念としては、これを速いスピードでするとこうなる。なんかうまくいかないけど、 CPU はねやっぱり読みとかがないからむずいんだよな。だから初手はジャンプなのよ。初手ジャンプで相手の行動を見て反応するのよ。相手が後で自分よりも後に飛んできたなと思ったらジャンエでぶつけりゃいいし、ジャンエが届かないような前だったらバックジャンプして上から乗っかっていこうぜっていうのを狙うわけよ。わかるかなこれで。でもさ、いろいろやったけど今一通りやってたのってさ、結局これしかやってなくない？これしかやってないじゃん。これやった時に距離が近いなと思ったらこうしてるか、こう、ん？こう押すか、様子見して、でここでいけるなと思ったら行く。でちょっと距離微妙だなと思ったらこっちに変えてるって感じじゃん。やってること3つぐらいなんだよ。まあ3つもやってないな、2つぐらいで、やってます。これがねある意味でメルブラにおける差し返しの概念だと思いますよ、これは。でここまで言ってすごく大事なことを言うね。一番大事なのは差し込みでもあり差し返しでもあ、差し込みであり置きであるっていう、こういう技をまずしっかり使うことですね。これは差し込みだし置きにもなってるみたいな技あるじゃん、こういうやつ。で相手はこの最強じゃんけんを使ってくる、絶対に置きにでも差し込みでもあるこの最強じゃんけんを使ってくるはずだから、はずだからこうやって飛んでくるはずだから、当たって当たってこういうの使ってくるはずだからこういうのが通るわけ。立てたら当たるけどこうやって避けますよみたいな話だし、こうくぐれますよって話なんですよ。完全に読み、一点読みなんですこれは。もうこれしか絶対してこないやろここはみたいな。だって最強なんだもん。グチョパみたいなやつが来るわけですよね。差し返しに、じゃあ差し込みに行こうとすると、大きだから差し込みに行こうとするとこうやってなぜか負けると。で起きだから差し返そうと思ってもジャンプ攻撃当たってるからぶつかっちゃうと、っていうこの最強のジャンプ C があるわけで、これに対してはもう画面見ない超早出しのやつになっちゃうんだけど、それはつまらんのでこうやって対応していくっちゅう話です。何言ってるか分かんねえなと思いますよねこれね。難しいな。ああはい、という感じ。こういうのをどうやったことを練習すればいいのかなっていう話なんですけど、まずはジャンプから始めてみましょう。ジャンプして自分と相手の位置関係、近いかな遠いかな上かな下かなっていうのをあの認知して、そこで届く技、当たる技、避けれる技、当たらない技っていうのを自分の中で整理して、どのボタンを押そうかなっていうのをあの筋肉でできるようになればいけます。今の俺の翡翠のジャンプ A ジャンプ C みたいなやつは、理屈は今言葉で言ったけど基本的に筋肉でやってるんで頭は使ってないですね。条件反射と筋肉だけでやってるので、まあ、それぐらいにしないとちょっと難しいかなと俺は思います。はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございます。